野犬に襲われる前にまずは一泊できる宿を探しましょう。この子の家に泊まれるかもしれないです。ちょっとここで先にシャワー浴びてということで、今からシャワーを浴びます。シャワーというよりお湯で浴びるタイプですね。はい、ということで今教会の宴会に巻き込まれています。これはイサ、これはイサのラースですね。それで今こんなお酒もいただいてます。40ホテル、これは今学園祭みたいなものをやっているそうです。今回の動画は文館からお届けしたいと思います。今ナコンパナムのバスターミナルに来ているのですが、これから文館に向かうバスを途中下車してみようかと思います。町と町の間の一番田舎なところで下車して、何のあてもないタイの辺境の地でどんなドラマが待っているのかお楽しみください。今町と町の途中でバスを途中下車しました。めちゃめちゃ田舎まで来てしまって、もう夕暮れなんですが、野犬に襲われる前にまずは一泊できる宿を探しましょう。焦った、何もないところで降りすぎた、野犬怖え。ということでやっと宿に着きました。それではここから明日から足で歩いていろんな田舎の村を歩いてみたいと思います。おはようございます。ここは昨日の宿から30キロほど離れた村に来ています。文化庵の場所はこちらで、タイの最果てまでやってきました。経済面では1人当たりの年間平均 GDP は約33,000バーツ、日本円にして約13万円で、タイ国民平均の約5分の1しかありません。文化庵県はタイの中でも最も経済的に苦しい県の一つでしょう。それではタイの最果て文化庵県を旅していきましょう。はい、ここはブエンコンロンという町なんですけど、町のほぼ中心でもこれぐらい田舎ですね。いい感じの田舎です。ここは小中学校の学食に来ています。今この学校はお祭り期間中でサイウェンスウィークというものをやっています。ここは学食なんですが、値段がだいたい外の半分ぐらいです。フルーツなんかも10バーツですね。ご飯もこちらも半額ぐらいで20バーツぐらいです。いろいろありますね。それでは後ろの方でお祭りみたいなものをやってるので行ってみたいと思います。これは今学園祭みたいなものをやっているそうです。このお祭りはサイエンスウィークということで、いろいろな体験型のアトラクションや実験などが多いようです。人気のアトラクションはすごい人気で、こんなに人が待ってます。ここも人がめちゃめちゃ並んでいますが、ビンゴって書いてありますね。でもいわゆる日本のビンゴではないのかな。学校中に人があふれ返ってる感じでいい感じですね。校内にセブンイレブンをイメージした売店もありますね。売店の近くにはめちゃめちゃ子供がいっぱいいます。ちょっと売店の中に入ってみましょう。売店こんな感じですね。商品はお菓子とか飲み物中心ですかね。レジもすでに混んでそうです。以上が小中学校のサイエンスウィークでした。いや、みんなめちゃめちゃ楽しそうでした。僕もその雰囲気がとても楽しかったです。今歩いてたら樹液を採集しているところを見つけました。これは何でしょうね。ゴムとかパームとかそういうのを連想するのですが、ちょっと何なのか調べてみたいと思います。駅はこんな感じで真っ白ですね。それでこれ駅かと思ったんですけど、実はカチコチでゴムですね。はい、今ゴムの木で農作業している人を見つけたので見せてもらっています。こんな感じで混ぜていますね。そして蓋をしています。それで何か液も入れていますね。そしてこれを一本一本やっていっていますね。今田舎のおばちゃんたちとくつろいでいます。ちょっと軒先でくつろがせていただいてます。こんな感じでのんびりしてます。このおばあちゃんが呼んでくれたんですけど、何でしょうかね。家の前の可愛い娘さんって感じですかね。そう、YouTube。 YouTube。チュアライカ、ヌンカ、アユタオライカ、アユシパオ、シパオ、アユスピークイングリッシュ、ノー、バ、アンダースタンド、スモールアンダースタンド、オーケー、デン、アユスチューディエント、
はい、今可愛い子を捕まえて、もしかしてこの子の家に泊まれるかもしれないです。今いろいろ話したら、なんか家にも泊まっていいって言われたんですけど、まだちょっと12時ぐらいなので先に進んでみようかと思います。いや、タイ田舎はいいですね。こっからちょっと奥に湖が見えてるんですけど、ヤシの木、バナナの木、青い空、最高。先ほどのサイドカーをつけたバイクのおじちゃんに乗せてきてもらい、次はこんな村に来ました。いや、タイの日差しの中を歩くのはちょっときついですね。今はこんな公民館みたいなところで休んでいます。ここは公民館の裏手です。文化庵の民家や庭はこんな感じです。すごいいい感じですね。バナナの木があったり、鶏がいたり、番犬がいたりします。今お寺の近くを歩いていたら、屋台とかお供え物を売っているところのお姉さんが今日ちょっと家に泊めてくれるみたいです。このご飯屋さんのお姉さんなんですが、ここのレストランすごいでかい蜂の巣を干してます。いや、穴もすごい綺麗な六角形で開いてますね。奥側まで透き通って見えます。サイズはだいたいこれぐらいですね。今はちょっと乾いてるぐらいですかね。このエプロンのお姉さんの家に泊まれるかと思ったんですが、その隣のお友達の経営してるホテルみたいで、ちょっとまた他のところを探してみたいかと思います。ということで、ちょっと地元の人の家ではなかったので、また歩いてます。いや、今昼2時頃なんですが、めちゃめちゃ暑いです。めちゃめちゃ暑いけど、景色もすごい良くて、歩いてるのすごい楽しいですね。今道を歩いていたら、おじいちゃんに声をかけられてくつろいでいます。タイのおじいちゃんです。ゴー君かーチュアライか、新婚か、ここが自宅で、8人家族のようでこんな感じですね。家の中はこんな感じです。今お姉さんと子供たちが寝ています。もしかしたら今日ここで泊まれるかもしれないです。今道で泊まった人がこのおじいちゃんにバナナをくれましたね。すごい房ごとくれてます。一部は虫に食われてますが、全然もう人にもあげる感じですね。はい、さっきのおじいちゃんの家に泊めてもらうことになったので、今は荷物を置いて歩いて湖に向かっています。すごい、ヤシの実がこんなに低いところになってますね。これは吊るしてあるだけじゃなくて、ちゃんとなってますね。初めてこんな低いところになってるヤシを見ました。あっちの方にもいっぱい下の方についてますね。そしてその後ろから生えているのがヤシの子供ですね。まだ全然ちっちゃいです。実が湖の近くに来たんですけど、おばあちゃんがなんか葉っぱを持っていると思ったら、葉っぱでこんなのを作ってますね。すごいクオリティで、こっちは謎の塔ですかね。そしてこっちも綺麗な花で作ってあります。こんな感じで細部を葉っぱで綺麗に作ってます。いや、これもすごいクオリティですね。葉っぱとは思えない。これはお供え物なんですかね。今おばあさんがその下準備をしてますね。綺麗に切り揃えて作っていくんでしょうね。湖に着きました。いや、さっきから可愛いワンコがついてきてくれてますね。サーディーかー、可愛いね。湖はこんな感じですね。すごい景色がいいです。そして表面には、これはハスですね。ハスが浮いてます。こういうフレッシュなハスもあれば、干からびたハスもいっぱいありますね。そしてこんな感じで日陰で休めるスペースもありますね。とてもいい景色です。人も一っ子一人いなくて、とても静かですね。今回なぜ文化庵に来ようかと思った理由なんですけど、イサン地方を航空写真で見ても、どのエリアを見ても大体茶色もしくは薄い緑で、ほとんど畑か、あまり緑が残っていない印象でした。しかし文化庵県はラオスの山並みからの緑が少し残っている感じでした。このように綺麗な湖もそうですけど、まだまだ切り開かれていない山や緑が残っている印象です。それでは今晩泊めていただく地元の方の家に戻ってみます。はい、さっきおじいちゃんの家に帰ったら、宿を斡旋したいおばあちゃんがいて、ちょっとその人のご利用しで、あのおじいちゃんの家には泊まれなくなってしまいました。なのでちょっとまた他の村に今来てます。ここはお寺ですね。今5時40分なんですけど、今から泊まれる家を探してみたいと思います。
はい、今他の村を歩いていたんですけど、今回はこんな親切な方々に拾っていただきました。サディカー、あ、チュアライカ、チュナリタオシャリカ。 And、you are English teacher. Yes. Why that you speak very good English? Thank you so much. Lucky, サディカMy daughter. Oh, okay. Yes. というわけで、このお姉さんの家にちょっと泊めてもらえるか見てみましょう。みんな大笑いしてるんですが、このお父さんが YouTube デビューするのがすごい面白いみたいです。このお父さんは彼女のお父さんなんですけど、今チキンを焼いてますね。ここはさっきのお姉さんの商店なんですけど、ここに泊まるわけじゃなくて他の家に泊まるみたいです。それでちょっとここで先にシャワー浴びてということで、今からシャワーを浴びます。店の裏はこんな感じになっていますね。こんな感じで、シャワーがこんな感じですね。シャワーというより、桶で浴びるタイプですね。はい、今水浴びをさせてもらいました。いやー、あの時間に宿が決まってなかったのはなかなか怖かったです。昨日もそうですけど、文館に来てからはなかなか宿が決まらないことが多くて、ちょっと焦っていますね。この家は商店を営んでるみたいで、こんな感じですね、店は。どんなものが置いてあるのか見てみましょう。文具、歯ブラシから調味料ですね。あと線香とかろうそくとか、こういった仏教的な日用品から洗剤まで売ってます。冷蔵庫もあって飲み物がたくさんありますね。今家族のみんながご飯を用意してくれてます。銀カオか、銀カオか。今日の晩ご飯はこんな感じですね。これはモか、モとこんなスープ、あとこっちにもモですね。あとはこれはカオニャオじゃなくて、カオニャオ、あらいか、カオニャオ、カオニャオか、カオニャオ、これがカオニャオですね。そしてこんな入れ物にこんなカオニャオが入ってますね。カオニャオ、カオニャオとモですね。コクンカそれにしてもいいですね、タイの田舎の晩御飯の風景。それではいただきます。こんな感じですね。とても美味しいです。肉も美味しいんですけど、味付けもしっかりしてて美味しいですね。肉も部位によって柔らかかったり硬かったり、でもどちらも美味しいです。あ、コクンカ、金麦。あ、金、銀、銀。金。どうどうで？グ、あるか。大丈夫か。はい、今晩ご飯が終わりました。とても美味しかったです。カオニャオは特に美味しかったです。米自体にすごい旨味がある気がします。彼女の家に泊めてもらうことになったんですけど、彼女の住んでる家ではなく、別宅というか離れというか、ちょっと離れたところに一軒家があるみたいで、そこに泊まらせてもらいます。今ちょっと停電になってますね。またすぐ戻ったりします。ここが彼女の家です。すごいでかいですね。今日泊まるとこ、家の中はこんな感じです。コクンカ、この子がバナナを持ってきてくれてますね。こんな感じです。めちゃめちゃ広くて綺麗。何のために建てたんだろう、ここは。みんながね、自宅をしてくれてます。布団を敷いてくれたり。ということで、文館2日目の夜はこんなところに泊まれます。いや、いい感じですね。天井もめちゃめちゃ高いです。彼女になんでこんなところを建てたのって聞いたら、将来この家に住むそうです。今は娘さんが小さいので、おじいちゃんおばあちゃんがいるあの家の方が育てるのに都合がいいそうで、箱に住んでるそうです。いや、明日もどんなドラマが待ち受けてるでしょうか。それではおやすみなさい。おはようございます。それでは今日から文化庵の街を目指して進みたいと思います。まずは将来住むというこの家に一泊させてくれたお姉さんのところに行ってお礼を言いたいと思います。今泊めてもらった彼女の家に来てお礼を言ってるんですが、朝ごはんをごちそうになりそうです。ありがたいです。これは彼女が見せてくれたんですけど、食べれる花のようです。こういう感じですね。ちょっと食べてみましょう。普通の青野菜の味がしますね。美味しいです。 Many kind of vegetable prepare for send to the market. Okay. Yeah. So you cultivate this one. Yeah.
うん、今泊めてくれたお姉さんと旦那さんと朝ごはんを食べてます。これは昨日の残り物で、これはチキンのスープで、これはバナナのココナッツミルク煮込みで、これはおからみたいなものかなと思ったんですけど、辛い鶏肉の炒め物って感じですね。そしてこれタケノコですね。美味しかったです。How can you eat this flower? Just a roll or okay? Bore. Okay. Yeah, you can bore. Yeah, right? Yes, here. Cooking cup. Cooking cup. Cooking cup. Have a good trip. You too. Yeah, no, no, you too. Okay. Thank you, Cooking cup. Welcome to my village again if you want to go back. Okay, Cooking cup. Yes.I enjoy your village and the culture and the eat and your friendly kind of mind. Oh, no problem for me because my family is friendly. Yeah. Thank you, Father. Cooking cup. ということで今この家族にめっちゃ行きやすい場所に送ってもらいました。それでお別れですね。みんな優しかった。昨日は徒歩で歩いてる時間帯が多かったのですが、今日はヒッチハイクメインで行ってみたいと思います。こういう場所なんですけど、ヒッチハイク止まってくれますかね。今ラオスから来た人たちに車に乗せてもらってます。ラオスから来た人たちに次に住んでるそうです。ありがたい。今2組目のヒッチハイクに乗せてもらってます。見た目ちょっといかつそうな男性2人という感じなんですが、ちょっと車内紹介もしていきましょう。車の前の方にはいろいろぶら下がってますね。マスコットとか、あと天井には仏教関係の写真とかめっちゃあります。今農作業の途中だったんですかね。後ろに入り口がありますね。今日3組目に乗せてもらっています。ヒッチハイクこう簡単にポンポン捕まってる様子をお届けしているのですが、実は10代20代に1台ぐらいしか捕まっていません。でも他の国と比べても特に難しいわけでも簡単なわけでもないという感じです。ということで今教会の宴会に巻き込まれています。いい感じです。今さっきこの教会に来たんですけど、一度はちょっと追い出されてしまって他の町に行ったんですけど、またその人が迎えに来てくれて、やっぱりいいよ、止めてくれるということで今宴会にお邪魔してます。それで今こんなお酒もいただいてます。 40% 40%? Yes. ウイスキー、ウイスキー、はい、あOK、それじゃあ今ちょっと僕あんまりお酒飲めないんですけど40度のボディいただきます。これはレアマンチューキーだよ。すごい飲みやすいですね。わぁ、飲みやすい。ファート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 。この人もカトリック教徒でいろいろと教えたりしているそうです。それでご飯はチュアライかな。エッ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 フォームエッエッワンダッカ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 。はい、これはアヒルの卵みたいで、これはイサン、これはイサンのラープですね。あとソムタムもあります。あとこんなスープもあります。ベトボーベトボー、OK、それと野菜もありますね。この野菜をソムタムか。はい、ということで文化の内陸を攻めていたんですけど、またメコン川に戻ってきました。いやいいですね。メコン川どこも風景同じかと思ったら、全然やっぱり曲がり方とかで風景が違ってきますね。向こうに対岸に見えてるのがラオスですね。今この彼が教会からメコン川に連れてきてもらいました。はい、今教会で水浴びをさせてもらいました。文化のこの時期の水めちゃめちゃ冷たかったです。それでも昨日汗だくになった服を今日も着て歩くような汚い旅になってきたので、めちゃめちゃさっぱりしました。実は昨日の夜からこの村かこの隣の村に泊まれないかなと思っていろいろ考えていました。タイの宗教人口比率は仏教が 95% でキリスト教は約 1% です。しかしこの村とこの隣の村には連続して教会があったので、何か面白いことや面白いドラマが起こるんじゃないのかなと思って来てみました。この教会はカトリックで、さっきの宴会では僕を連れ回してくれた男性以外はみんなカトリック教徒でした。
そしてその教会の後ろにある管理棟みたいなところに泊めてもらえることになったのですが、いや天国のような景色です。めちゃめちゃ景色がいいです。さっき前の席に座っていたお兄ちゃんがこの下の部分を昨日きれいにしたようです。それではちょっとルームツアーもやっていきましょう。いやー緑がきれいですね。文館青々しくてすごい元気です。それで中はこんな感じですね。今日僕が泊めていただける部屋はこんな感じです。ベッドがあってタンスとかもありますね。この部屋は多分客人用なのでキリスト教関係の人が来るときに泊めているんじゃないでしょうかね。そしてここがリビングですね。そしてこっちはバスルームに続く場所ですね。バスルームはこんな感じです。さっき水浴びをしたのはこの赤い桶の水を浴びていました。というわけで今日僕が泊まるところはこんな感じでした。夕方の5時半からミサか何か集まりがあるみたいなのでみんな教会に集まっています。開始時間になりましたが人の集まり方はこんな感じです。教会の中はこんな感じですね。さっき呼ばれたのはミサでしたね。いや45分ぐらいだったんですけどいろいろ面白いことがありました。キリスト教なのに仏教みたいに前で手を組んでたり、タイ語の歌が教会内に響いて神父さんも宣教師さんもまた普通のヨーロピアンのものとは違う雰囲気がありました。晩ご飯はこんな感じで、これはスープで、これはゆで卵かな、それでこれは何だろう、謎です。オムレツかな。これは野菜の炒め物、漬物です。2人ともここに住んでいるわけじゃないんですけど、この女性の方が晩ご飯を作ってくれました。あとどれも美味しかったですね。おはようございます。今大通りのバス停に村の人に乗せてきてもらいました。昨日からちょっと雨でいろいろ村も回りたかったんですけど回れなくて、今からうどんターニーに向かいたいと思います。今回文館からお届けしたんですけど、文館は緑がすごい綺麗でした。例えばあっちにも見えてるんですけど、街をちょっと離れたらもう向こうはずっと緑ですね。あと文館の人優しかったです。これは仏教的な短文やタイ人の気質が影響しているんじゃないかと思いました。でも外国人のおじさんが一人で村を歩いていると怪しいみたいです。村長からのパスポートチェックとかもありました。あとできるだけ特色のあるエリアや村に向かおうと思ってたので、村によっても人の雰囲気が全然違いましたね。今回はあんまり可愛い子と接する機会がなかったので、今からうどんターニーに行って地方都市の女の子と接してみたいと思います。今回のタイの田舎でのヒッチハイク旅、楽しんでいただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。